現在はですね、掘る必要があるのか、ないのかわからない採掘ポイントで作業中でございます。地図にはマークされてるけど、収容ではなさそうな場所。一応掘っておくけどさ、掘り終わると、報酬が段ボールでもらえるよ。不法投棄すんな。中身の残念だから期待するだけ無駄かも。これで全部掘り終わりだ。そして、最後の採掘ポイントに到着。いつも通り、霧の中っていうね。しかも、いつにも増して暗い。そして、この暗さでもいるの見えるんだよ。バイバーイ。ここ採掘機までの進行ルート多くてだるいんだよね。もちろん、ここは、マルチで遊べる場所だから、何回か流行ってるけど一番嫌い。できれば、こんな風に、リスキルを、テンポよくやりたいんだけど、実際うまくはいかない。カメ技禁止。ここで新兵器の登場だ。その名もスピンカッター。樋口カッター。これがかなり役に立つんだ。フェンスの近くに置いとくだけで、ゾンビの足を切り刻んでくれる優れもの。たまに足切られたゾンビが身体まで切り刻まれることもある。けど、その状態になると、スピンカッターの耐久力がマッハで減るから、あまりよろしくない。もう、この辺りになると、フェンスが10秒も持たなくなってくるから、うかつに採掘機から離れない。そうそう、そこそこ使える技があるんだね。必殺、振り落とし。フェンスから降りる時だけできる技だよ。結構、攻撃範囲広いし一撃で倒せるから便利。しかし、敵が多すぎるとこうなる。そしてまた、出血状態にされたので、おとなしく自重で殲滅します。オラオラ。見よ、このスピンカッターの威力。さあさあ、ここでもうやることはないので帰りましょう。報告します。ロード・オブ・ダストがベースキャンプに向けての接近を開始しました。予測よりも早い行動開始です。念のため迎撃作戦について報告します。まず予測進行エリアにアーキャールブレード高速装置を設置。装置のもとに対象を誘導し、高速動きを封じたところをレールガンによって撃破という流れになります。準備は必ずしも万全とは言えませんが、もはややるしかありません。そんなお前に一つ朗報だ。あの天才坊主がやりやがったぞ。あいつは理論はあったものの、複雑すぎて実装を諦めていた防衛サポートプログラムを完成させちまいやがった。この装置を使えば、高速装置周辺にカロン部隊が準備していたユニットを転送させることができるようになる。戦いの役に立つはずだ。それは素晴らしいです。まさに鬼の目にも金棒ですね。そのことわざは、いえ、もういいです。キャプテン、最後の戦いを無事勝利で飾りましょう。